き、はいえー、今日の所有塾も、たくさんの方がご出席いただきまして、非常に嬉しく思っております。先日の7月の8日ですかね、あのー、安倍総理がですね、えー、銃弾に倒れて、ですね亡くなったわけでありますが、ね、まあ、私はあのこれまでに一番です、ね、えーまあ、しっかりしたと言いますか、世界観、歴史観、国家観においてですね、 私と共通のものを持ってるなと思っていてです、ね、安倍さんを総理にする会議長を作って、そこで私が副会長というか、とりあえず会長を別に立てて、私は副会長という立場で、そういう筋肉を作ったわけですが、そういうぐらいです、ね、彼に期待をしていたしです、ね、今回は一旦ん退任されたものはですね、いずれまた、 見たびですね、登壇されて総理になってほしいなということで,です、ね、まあ、そんな話も私はしてたらです、ね、初めはだいぶ、うん、私も一回やったし、二度もやったのでということを言われてです、ね、もうそんなあれではないというふうに言ってましたが、何回か言ってるうちにだんだん色気が出きたのかし、ね、なんかもう一回出るんじゃないかなという期待の高まったときに、こういう不幸なことで,です、ね、銃弾に倒れて亡くなられてですね。 非常におおまましい気持ちでおります、まあ、これまで,です、ね、安倍さんに勝る政治家というか、ね、世界観、歴史観、国家観においてもです、ね、私と共通するものもありです、ね、大変尊敬するべき政治家といったら、一位置に挙げるとしては彼であってです、ね、彼に続くあとのです、ね、そういった政治家がですね、 早く生まれて、ですねその後を継いでいっていただけたらありがたいなと、こう思ってますがです、ね、ぜひ、荘園塾からいずれ総侶を出すというようなことで始めた最初のですね冒頭第1回目の私の挨拶の中ですねいずれ荘園塾から総理を出すということを言いましたがです、ね、まあ、ちょっと今はまたです、ね、なんですが、いずれはそういう人がまたこの荘園塾から参加してくれる方が、はい 参加したしていてくれる人が総理になられることに期待をいたしております。今日も素晴らしい講師の方々の講演を挙げていただき、最後まで最後までですね。楽しく聞いていただければ幸いです。ありがとうございました。